初孫じゃの登場です。ガメガメ当人と言いますのはですね、この女の子の髪の毛がお団子を2つに作っているわけです。それがガメ、髪のですね、ハサミに似てるんだ、髪の髪がついてる当人さんだという昔の人がと言ったんだそうです。だからガメガメ当人と言われています。いろんな町で先日とか言いますけども、諏訪の町の場合はガメガメさんということになっております。それぞれの町のね、それぞれの言葉の使い方、昔のしきたり伝統に守ってる、その辺がね、非常にこだわりのあるところが、うちの魅力でもあります。はい、この子たちが、7年後には、うちのお囃子、また小座に出るようになるわけなんです。次世代を担う子どもたちのご挨拶でした。さあ、そして、来てくれるはずです。次に出てくるのは当然孫じゃが出たら、ちっちゃい孫じゃが出てきてくれると思います。いただきませんかね。山下寛一さん、総監督山下寛一さんです。参りました。青じょうを持ってる方が、星野、小岩、中村、藤本、斉藤、山崎、堂山。白じょうを持ってる方が小森、引き火、猪子、松永、山崎、鳥肌、林田。綺麗やね。の子供たち、そして3番が中里、三ヶ島、宇野津、山本、中村、入江、山根です。さあ、そしてお囃子の登場です。1番前が、キャンキャン、そして小鉢、中鉢、パラパラ、カッコですね。それから大太鼓、大ドラ、大太鼓が絡む音、大ドラが風の音、パラパラが雨の音です。さあ、この後、片田川上副総監督に率いられて親じゃの入場です。かっこいい。諏訪の町には青じゃ、白じゃ、